はい、皆さんこんにちは。一般社団法人動きの骨協会、島根県の理学療法士の石飛拓郎です。今回ご紹介する動画は、麻痺側の肩がぐーっと力が入って、常に力が入って、うまく肩を上げることができないという方に対しての、麻痺側の肩の緊張を落として楽に手を上げるためのコツになります。はい、ではですね、麻痺側の腕が常にぐーっと緊張が高まっている方、どのようにして普段麻痺側の手を伸ばしていますか？いい方の手でこう麻痺側の手を持って、こう無理やり上にぐーっとこのように持ち上げていませんか？実はこのように力いっぱい一生懸命手を持ち上げようとしても、なかなか緊張は落ちません。逆に緊張が高まってしまう場合もあります。ではどのようにすれば楽に麻痺側の緊張を落とすことができるのでしょうか？今回のポイントは、まず一つ、肩を動かす範囲を気をつける。そして二つ目は、胸の前の筋肉の感覚を意識することです。ではまずですね、いい方の手でこのように麻痺側の手を持っていただき、いきなりこのように一生懸命持ち上げるのではなく、まずは少しの範囲、このぐらいですね、少しの範囲動かしてみてください。まずこれだけでもこうですね、麻痺側の腕の緊張が落ちていればバッチリです。そしてこの少しの範囲動かしたときに、次に胸の筋肉の伸び縮みの感覚を意識してみてください。少し上に上げることで胸の筋肉ギュッとちょっと縮まるような、シワができるような感じがしませんか？この感覚を感じられ、麻痺側の緊張がスーッと落ちた方は大成功です。しかしこのやり方でもなかなかうまくいかない方、まずはいい方の手で胸の筋肉の感覚を確かめてみてください。動かす範囲は少しで大丈夫です。いい方の手で少し動かした時に、胸の筋肉の縮み方、シワのでき方を感じてみてください。いい方の手だと感じやすいですね。この感覚をですね、覚えておきながら、次は麻痺側の方で同じように動かすようにやってみてください。いい方の手で手首を持ってもらって、まずは少ない範囲から動かしていきながら、胸のシワができる感じ、筋肉が縮んでいく感じを確かめてみてください。するとどうでしょうか？最初に比べて麻痺側の緊張がスーッと落ちたという方は大成功です。まずは少ない範囲から動かしていき、徐々に大きい範囲、肩を動かすように実践してみてください。今回動画を見られていいなというふうに感じられた方はグッドボタンを押してください。今後動画を作る際に非常に励みになります。そして、今回動画を見てもなかなかわからなかったという方も安心してください。この動きのコツでは無料電話相談も行っております。電話相談だけでも体の変化を実感される方は多くですね、おられますので、ぜひかけてみてください。